さあプレーボールが来ました。1番バッターの若林、初球痛烈な当たり、一二塁間を鮮やかに抜けていきました。この当たりは三遊間抜けていきました。さあこの当たりはライト前に打ちそうだ。三塁ランナー、そして二塁ランナーは三塁を蹴ったところでストップ。ドラゴンズがまずは先制、はい、バッターの特徴を生かしているのが大事かなと思いますよね。これはうまく逆方向へ、下がレフト前ヒット。やっぱりね、威力は初回よりも増しているのかなと思いますよね。増している、はい、あ、そうですか。打って長打コースになりました。二塁ランナー、そして一塁ランナーはサードでストップ。石橋はセカンドでストップ。私は感じてますんで。あ、そうですか。ここはライト前ヒット、切れは良かったと思うんですけど、はい、強い打球、痛烈な当たりは三遊間真っ二つ。ここは捉えていきました。今はもうキャッチャーがね、抹消されて石橋選手ですし、木下は今日登録抹消と再調整を命じられています。初球、村田の打球はライト前に運んでいきました。初球を打ってセンターの前に落ちました。ランナーが一人帰ってきました。ドラゴンズにとっては待望の次の1点、4点目が入りました。